って旅をしておはようございます。ともこんどです。あゆです。本日はですね、あちゃん、はい、同棲初日ということで、はい、前回に引き続きやっておりますけども、はい、はい、同棲初日といえばまず何をすべきだと思いますか？タコパね、タペパそうね、パーティーしたがる実はですね、はい、この物件なんですけど、うん、めちゃくちゃ安かったんですよ、初期費用が。なるほど。そう、なんでかと言ったら、うん、普通その退去した人の後に、うん、まあ、クリーニングが、うんうん、業者が入って部屋をめちゃくちゃ掃除すると、うん、そうだね。で次の人に明け渡すという作業があるんですけど、うん、はい、そのクリーニングを僕らからあのしないでください、その代わり安くしてくださいって言ったんですめちゃくちゃ握ってきためちゃくちゃ握ってきた。まあ、業者が入ってないわけですよね、うんうん、不動産の方がちょっと軽く掃除はしてくれたんですけども、優しい。そう、優しい。まあでもその隅々までめちゃくちゃ丁寧に、まあ、せっかくなんでね、うん、掃除していこう。そうしましょう。はい、よいしょ足しびれたマジで中学生ぶりくらいじゃん。本当に全然でしょ、雑巾だけ。まあまあそんないっぱいはしないけど、めっちゃ懐かしいわあー冷たいいきます。はい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、すごい、こないちゃんガンって当たった迫り来るあーちゃんどんどん迫りくる。どんな取り方してるの？進撃のあちゃん。おお、早い早い。綺麗になる。おー、いいですね。気持ちいいですね。もうバケツの水すごい色になってきたな。ねえ、ドブみたいな。そろそろ変えなかも。なあ、やめてどうしたどうすか先輩。順調です。すごいなんか手垢とか赤がこうガーって取れていく感じがする、うん、結構気持ちいい。気持ちいいですねこれ。地味にさ俺さ、うん、IH 初めてなんだけど、オール電化。こいちゃんこいちゃん、え、私もこれどうやって火見るんだろう。なあ、火加減全然わからへんこと、なんか忘れてってとか怖いよね。なあ、世の IH の人たちはなんかどういう工夫してるんやろ。本当に楽しい？掃除楽しい。久しぶりにやると楽しい。ケツ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 。ケツ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 。あれ、あ、しまった、あちゃん。どうした？俺もそっち行けねえよ。なんで？このまま壁に追いやられる俺は。何してんの？もうキッチンに行けない。あちゃん。こんにちは。バイバイ。早くも家庭内リッグ出した終わった。終わった。疲れた。うわ、目が。ああ、終わったよ、これじゃ。疲れた。あちゃん起きてくれ。あちゃん。あちゃん。
ただきます。いただきます。あー疲れた。見てくれこいつを。でーん、この唐揚げ弁当とカツ丼だ。わかんない。なんで自分の頼んでたかな。なんだっけ。なんかさ、いつもさ、カツ丼どっから食べようかなってな、どの端から食べようかなって、端だ、左端からですね。どっちでもいいや、右でもいいや。めっちゃうまい。へぇ、めっちゃうまい。労働の後のめちゃうまいから。いただきます。うわ、うん、まうまいな。うん、まやっぱあれやな、殺風景。殺風景。明日車の中にさ、うんうん、大量にもう積んであるからさ、ジャンボの中に、うん、明日届くしね、荷物も、うん、もろもろ明日には全部バーンって寄せて、うん、ちょっと家っぽくしたいですね、さすがに。殺風景が過ぎるぞ。下に引いてんのがキャンプマットやつ。家なのか外なのか。本当ですね。はい。お布団がない。これはなぜでしょうか。ジャンボにね。今現在、はい、同棲のための荷物をほぼほぼ入れてきてるんですけど、うん、ジャンボで前使ってたマットレスを、うんうん、そのまま使おうとしてるんですけど、うんうんうん、マットレスが漏れてるんですよ。それはそれはすごい漏れてるんですよ。そうですね。もう発掘ですよ、発掘。もう発掘もできん、うん、ねえ、なんか。ではこのキャンプマットレス、寝袋でね、寝なきゃいけないんですけど、マットを、僕がちょっと間違えて1個しか持ってきてない。ジャケ、ジャケです。ジャケの方は、マットを手に入れる。負けたやつは、腰が死ぬ。究極である。究極だな。最初はグッチャケポイ。今夜だけよ、さすがに。電気消すよ。電気遠い。嘘でしょ。電気遠い。よし、よく、じゃあ、ゲッパイ。なんで座ってるの。なんで座ってるの。寝てるやん、ちょっと。あ、真っ暗だね。すいません、ごめんなさい。痛い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 。はい、ごめんなさい。おやすみなさい。